マハンはアメリカ海軍の駆逐艦。マハン級駆逐艦のネームシップ。艦名はアルフレッド・セイヤー・マハン少将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。マハンは1934年6月12日にニューヨーク州スタテンアイランドのユナイテッド・ドライドック社で寄港する。1935年10月15日にキャサリーン・イーチ・マハンによって命名、浸水し。 1936年9月18日に艦長 J.B. ウォーラー・中佐の指揮下収益する。マハンは1936年11月16日にニューヨークを出港。初期の訓練と親善訪問巡航を合わせた2ヶ月間の航海をカリブ海及び南米の港に向けて行った。 1937年1月に帰還すると7月まで東海岸沿いの作戦活動に従事し、その後太平洋に向かった。8月半ばに西海岸に到着し、南カリフォルニア沖合での艦隊訓練演習に参加、その後真珠湾に向かった。定期的な西海岸への訪問、1939年2月のカリブ海での艦隊演習など、 ハワイ海域での多忙なスケジュールで1941年12月まで過ごす。紹介中の1941年12月7日、日本軍による新珠湾攻撃が行われた。マハンは第12任務部隊と共に日本軍部隊を迎え撃つよう命令を受け、新珠湾南方200マイルの海域からジャルート干渉へ向かった。しかしながら敵部隊を発見することはできず、 マハンは12日に真珠湾に帰還した。12月下旬にマハンは海兵隊の援軍部隊をジョンストン島へ運び、民間人をハワイに避難させた。その後は、島間航路の紹介及び船団護衛任務を2月24日まで行い、続いて関東島でのステーション艦任務に就く。3月24日に関東島を出港し、ハワイに帰還すると続いて、オーバーホールのため、 西海岸へ向かった。その後はハワイ及び西海岸海域で紹介巡行を行い、1942年10月16日に南太平洋に向かった。途中の22日、ラムソンと共に高校中ギルバート諸島南方で日本軍の紹介艇と遭遇2隻を撃沈した。27日にサンタクルーズ諸島北方から第61、 任務部隊と共に出航したマハンは、日本軍機の攻撃を受けるが4機を撃墜した。同日、南太平洋海戦の後にマハンは、戦艦サウスダコタと衝突する。双方とも大きく損傷し、マハンは、艦首が曲がり、構造材が大破した。ヌメアでの応急修理後、真珠湾に移動し、マハンには、新たな艦首が与えられた。マハンは1943年に1月9日に、 南太平洋に戻り、ニューヘブリティーズ諸島、ニューカレドニア、フィジー間での戦団護衛任務に就く。3月には、ニューカレドニアでの紹介任務を開始した。4月に、戦団護衛任務を再開し、ガダルカナル島へ巡航、続いて、オーストラリア海域での任務を始める。ニューギニアに移動し、マハンは7月2日から、ミルン湾を拠点として活動を始めた。 続く3ヶ月間は戦闘が続いた。8月9日には、ナッソーアンへの上陸作戦に参加し、22日と23日には、フィンシュハーフェンへ砲撃を行う。22日のオーストラリア軍部隊の上陸時、マハンは日本軍機3機を撃墜した。その後9月4日から8日までらへの上陸部隊を支援した。月から月にかけて、ブナを拠点として活動し、 マハンはニューギニア周辺の紹介を行った。マハンはニューブリテン島で日本軍施設に対する砲撃を行い、26日には同等のグロスター岬に上陸する部隊に対して火力支援を行った。その後はニューギニアのガリに対する砲撃を行い、オーストラリアのシドニーに短期艦艇をした後、ニューギニアとニューブリテン島艦での戦団護衛任務に従事した。 1944年2月28日、ロスネグロス島に砲撃を行い、その後アドミラルティ諸島で戦団護衛任務に就いた。2年以上の多忙な戦場での活動後、1944年の春にマハンはオーバーホールのためカリフォルニア州サンフランシスコに向かった。作業が完了すると7月上旬に真珠湾に戻り、同海域で8月15日まで訓練を行った。 その後、エニウェートク、ジャルート干渉、グアム、サイパン、ウルシー干渉を経由して、マハンは10月20日に、ニューギニアに戻った。マハンは、ホーランディアとレーテ島間の戦団護衛任務及び、レーテ島沖での対戦紹介任務に11月末まで従事した。1944年12月7日、レーテ島とポンソン島の間を紹介中にマハンは、日本軍機部隊の攻撃を受けた。 戦闘では戦闘機3機を撃墜したものの残る3機が戦隊に撃突した。艦は炎上し火災が弾薬庫に引火した。艦は放棄され生存者は近くの艦によって救助された。1時間後、ウォークが砲撃及び雷撃で炎上するマハンを沈めた。マハンは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。